どうも、おやっと沢です。入江健です。今回ご紹介するのはラーメン屋です。いや、ラーメン屋は分かっちょらよ。店名はよ、いや、店名がラーメン屋さんなんですよ。それも昔ながらの鹿児島豚骨ラーメン、めっちゃうまい一杯でした。最後までお楽しみください。鹿児島市電竹の橋電停から徒歩10分くらいのとこにあります、鹿児島市高麗町ラーメン屋さんにお邪魔します。こちらがラーメン屋さんのメニューになります。表のメニューにずらっと書かれたメニューもあれば、裏メニューにある裏メニューもあります。今回この中から焼き豚ラーメンをオーダーしました。さあ、注文が終わった後でこちらのお漬物を食べながら、店内に飾ってあるラグビーのユニフォーム、サイン、写真などを見ながらラーメンが来るのを待っていると、はい、着丼です。さあ、いただきますということで、まずはスープから。いや、このスープうまい。あっさりしてしっとりとしたうまみ。スープのベースは豚骨鶏ガラ、そこに関東系の醤油をベースとした返しだれを配合。あっさりでしっかりとしたスープにコクとキレを演出。豚骨醤油の旨味が口の中にじわっと広がっていきます。そんなうまいスープからリフトアップしてできた麺は中太ストレート。いや、この麺もうまい。スクエア形状、表面はつるっとした麺で、ちょうどいいコシに噛めばもっちりするタイプ。麺とスープとの相性が良く、スープをしっかり引き連れ口まで運ぶと、豚骨醤油のうまみが柔らかに口の中にじわーっと広がってきて、めちゃめちゃうまい。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープをすすってき、ラーメン屋さんのこのスープめちゃめちゃうまいよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシューいただきます。いやいやいや、このチャーシューもうまい。肉質と脂身のバランスのいいチャーシュー、しっかりとした歯ごたえの中にも肉質の旨味がじわーっと口の中に広がるチャーシュー。そんなうまいチャーシューとともに、麺ともやしを箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、チャーシューの旨味、そしてちょうどいい湯がき加減のもやしのシャキシャキ感、麺のもっちり感が三味一体で楽しめて、めちゃめちゃうまい。ってなわけで、中盤から終盤に差し掛かって、このラーメン屋さんのうまさに没入しながらじゃんじゃん食べていくと、しっかり麺にもやしも絡みつき、再度この麺のもっちり感ともやしのシャキシャキ感のハーモニーを楽しめて、スパークしながらじゃんじゃんズバズバと麺をすっていきます。そんなラーメン屋さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。本日もしっかりスープを飲み干し、会員完食です。店主のお母様は大のラグビー好き。店内には星取り表や選手のサイン、グッズなどが飾られていて、ラグビー好きの皆様にはぜひ行っていただきたいお店です。わっ、全部うまかったです。ごちそうさまでした。